1000億円を超えると見ています。続いて番組が注目した記事はこちらです。シリアなどからの難民を積極的に受け入れているドイツで、命からがら逃げてきたはずなのに祖国へ戻ることを選ぶ難民が急増しているとウォール・ストリート・ジャーナルが報じています。記事はドイツを出国する難民の数に関する公式な統計はないものの、移民当局によりますと、ドイツには祖国に帰国したくても旅費が払えない人たちを金銭的に支援するプログラムがあり、その利用者が去年は前の年の3倍近くに増えたことを紹介。大晦日にケルンで起きた集団暴行事件に難民の男たちが関与したとされることで、難民に対する目が厳しくなっていることや、社会保障がわずかで雇用機会も乏しく、ドイツでの生活が自分たちの期待通りでなかったことが祖国に戻る決意につながっていると分析しています。おしまいは USA Today から。アメリカ最大級のスポーツイベントであるアメリカンフットボールの王者決定戦スーパーボールが、武道館で一夜限りの夢の共演を果たしました。対決というテーマでプロレスラーの長州力さんらが出演するなど、音楽と格闘技がコラボした異色のイベントの模様はこの後バズのコーナーでお伝えします。以上、長官堂でした。そして6時33分頃のエンタメコーナーでは、コロッケさん監修ゴーフメンのモノマネ館が完成、人気モノマネタレントも大集結しましたよ。その前に、寒さが厳しいこの季節、恋しいのは暖かい温泉。そこで今日は温泉旅行で感じる幸せをナイスキャッチ。バイト探しはフロムウェイ、フロムウェイったらフロムウェイ、バイト探しはフロムウェイ。声が天竜源一郎みたいだ よ。天竜だよ、完全に天竜だよ。世の中にはいろいろな人がいて、あなたの好きは誰かの嫌いかもしれない。好きなことをするときは周りに心を配る。タバコについても同じです。大人のたしなみには配慮がある。改めて伝えたい私たちです。 JT どうすれば自分が一番楽しいか、 TK-SELECT 一番気持ちいいか、 TK-SELECT 進化する賃貸住宅、 TK-SELECT 未来を選べる内藤健太君。僕は一番になるために頑張っていたわけで、眠い日も寂しい日もヤンキュッパーヤンキュッパーと言い続けていたわけで、おかげさまでいただきました。おかげさまで料金満足度ナンバーワン、アザスワイモバイル。シンクを洗う時間節約できそう、面倒なくていいわね。何か鳴ってますよ。時間に追われる母たち、シンクの傾きとレールで汚れがサッと流れる、流れるシンクはショールームで。どんなに似ていても一人一人人間は違う。アルファダイレクトなら保険料まで違う。例えば車種、保証範囲、走行距離によってグッドプライス、あまり乗らない方もご夫婦で運転される方も、お互い納得やね。ですね。アクサダイレクトは一人一人にパーソナルベストの保険料を。だから他社からの切り替えで多くの方が困る。インターネット割引の最大1万円アクサダイレクト、ペット保険も。寒さが身に染みるここ数日、暖かい温泉が恋しくなりませんか。そこで今日は群馬県の草津温泉に来ている皆さんに温泉旅行で感じる幸せを聞いてきましたよ。まずはこれから温泉を楽しむ皆さん。露天風呂から雪景色がね見える温泉っていうのが一番ですね。何回もありますね。一日少なくても最低3回から5回は、はい、入りますね。まあ、全然違いますね。やっぱりゆっくりっていうか、やっぱりもう温泉っていうだけで気分はやっぱり高揚しますね。朝に入る露天風呂です。人がいない中で空間、澄んだ空気の中で入る温泉も気持ちいいですね。最高です。夜に入る温泉も気持ちいいですけど、朝に入る温泉はなんかまた一日が始まるって感じで、もう温泉旅行の醍醐味だと思います。いろんな効能、美肌とか
血行を良くするのとかいろんなの入ってることが楽しみ。でも美肌だとなんか来た意味あるかなみたいな。なんか血行促進はなんか、まあ、最悪自宅のお風呂でもなんか入っとけば血行良くなるかなみたいな感じはあるけど、美肌とかはやっぱりこういう温泉に行かないとないのかなとか。まあでも私ね、もう曲がり角です。もっと綺麗になりたいです。女の人はアギゼン成分で何もしなくていいところですね。もう幸せです、それは。はい、普段僕が僕本位でやってもらってるんで、なのでこう横来た時ぐらいはやっぱり奥さんの希望とか叶えてあげられた方がいいですし、唯一旅行の時温泉はお姫様になれる場所。はい、そうです。ね。他のエッチボンボですかね。温泉まんじゅうとか食べ歩きで美味しいものを食べることに幸せ。じゃあちょっと可愛いこぶって5個かわいこぶんないでざっと10個ぐらい。そう、すでに温泉を楽しんできた皆さんは楽しい思い出を教えてくれましたよ。女の子で露天風呂でキャッキャはしゃぐのが楽しみだったんですけど、いざ行ってみるとなんか隣の露天風呂からすごい大きい声がして、同じグループの男の子だったんですけど、なんか女の子とチューするタイミングはどうすればいいか話してるのが聞こえてちょっとなんかみんなで耳を澄ませながらずっと聞くっていうのが楽しかったです。ご飯を食べて温泉に入って、そっからの布団の上で丸になって恋バナ。とりあえず LINE 送って夜遅かったら帰ってこないから、とりあえず寝て起きたら来てるかもしれないねみたいな。見てない。やっぱりあったかいお湯に浸かってその後のビール一杯、もう格別です。はい、冷たいビールで飲むのは最高ですよね。もう昨日しっかり楽しみました。温泉入ってでビールですよね。ビールで夕飯食べてまたビールで、その後また温泉入ってビールで寝て、朝風呂浴びてでビール飲みました。いや、ビールの前でこれは三宅さん羨ましいじゃないですか。いや、もうね、朝起きてお風呂に入って、はい、朝ごはんをつまみ